座大好き芸人。ということで、決まれてんだろ、まだ。ほー、いやいや、分からんって。いいんだよ。一応今回はなんかこの後、相葉さんのライブが無限大ドームであるということで、せっかくなんで今日無限大で YouTube 撮ろうかなということで、ちょっとあの相葉軍団ですか、相葉組、相葉組ですの皆さんにお越しいただいて、ちょっと相葉さんの魅力を聞きたいなということで、嬉しいですね。長く相葉組お世話になっておりますので、ちょっともう満を持してというか、メンバーとしてちょっと、トラフグのタワーさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。そしてサスケさん、サスケです。お願いします。ありがとうございます。で、あれだよ、下さんもだよ。下さんも相葉組ですもんね。もちろん。な。もちろん。下さん自己紹介せんでええでしょ、俺が。いや、それじゃないか。組長に当たり厳しいよ、お前。頑張るんですよ。怪しい。あんまなかった。ハイパー組構成員バッチだろ。当たり前やろ。インサート後で。当たり前やろ。インサートに入るっすよ。インサートに入るっすよ。あ、そんな、お前やろ。当たり前だろ、お前。そう、これだからもらえてる人、もらえてない人がいる。構成員に慣れてないってこと。そうだよ。俺まだ構成員よ。構成員なんだけど、まだ新しいの。一番新人だよな。新人です。僕一番新人。新しい。新しい、俺は。俺が新しくて2016年に加入したから一番新しい。いやこれ結構組織図にするとマジで結構古いよ。ちゃんとこれ本番に説明そう説明しますよ。新しいやつ入ってない。あ、入ってないよ。まあ入ってないよ。バカ。いやそんな簡単に入れないから。そうよ。そうよ。あ、そう。他のなんとか軍団と一緒にすんなよお前。マジで。あ、それぐらい相性が違いますよね。結束がすごいですね。広げりゃいいってもんじゃないからよ。なるほどなるほど。簡単に入れると思ってるやろお前。いや確かに。屋敷なんか無理ですよね。どうかな。あれ？以上。これ次第だけどよ。これが大事だ。これが紹介できるか次第だ。一見じゃ整理すると芸歴で言うと僕ら6年先輩なんだ。はいはいはい。で、もともと縁日っていうコンビで、その後、編み物クラブっていう、ライブを呼んでいただいてお世話になってたんですけど、で、サスケさんが1期下、10期生、僕らも5個上、で、その3つ下の13期生、で、僕らがその2つで15期生っていう芸歴です。で、まあ、一番メインの組の構成員は、あとここに鬼越トマホーク2人。よう見る。そう。あと、根建太一、俺の同期の。そうはいはいはい。根建さんもハイパー組。根建さんも一応。一応ね。で、あと、アイパー組はそのメンバー。あ、そうか。はい、アイパー組。その傘下に、グレンタイっていうか、アイパーグレンタイっていうのが。確かに、かぶないやろ。まだ全然浅いそうです。そんな名前やめた方がいいっすよ。グレンタイなんだ。それでヤクザごっこやろ。あれ欲しくて俺8年頑張ってるんやから。まだもらえへんねん。あげないよ、そう簡単に。俺もう40やで。え、で、グレンタイが。俺40でまだバッチもらえてない。俺40やで。34で入って。もう40やで。なるほど。まだバッチもらえへんねん。グレンタイに、チャランバーっていうコンビがいた。はい。あの、チャラいやつね。そうそうそう。中学生ね。チャランバーってコンビでしたっけ？コンビ、コンビ。2人とも。そう、2人とも入ってる。自分で2人だけですか？そう、2人だけ。で、終わりでいいっすか。まだあるから。おいおいおい、おい、なめんなよ、お前。なめんなよ、全部流してくれよ、ちゃんと。全部流すの、頼むよ。まだ、まだ、グレンタイの他に、アイパー組、レディースっすか。これがね、これがマジで。レディースね。ある。そうよ。それは誰がいる？ユニバースの原ちゃん。ああ、だこの後ライブもいましたね。あ、そうか。あとボル塾の田辺。すごいな。で、あとエリンギの2人。すごい。エリンギ。すごい組織だろお前。久しぶりに聞いたわ。エリンギいるよ。エリンギいるよ。これがアイパー組でレディース。で、レディース部の主な活動はアイパーさんの飼ってる猫ちゃんの世話をする。これが大事。本当の組長みたいなことさせてる。特に原ちゃん。合鍵貸してたからね、渡してたから。あ、もう家来て俺がいない時ちょっと悪いけど餌あげに行ってくんねえかとか。そうそうそう、2匹飼ってるから。そうそうそう。ね、今相葉さんが一人暮らしですよ。そうそう、一人暮らしで猫2匹。猫ちゃん2匹。猫2匹。名前知ってる？知らない。可愛いんですよね。マリとハナって言うんだよ。いやいや、もっとヤクザにせんと。いや、マリとハナ。よく考えて。マリハナだ。ハナじゃねえよ、ハナだよ。
ここまでセットセットです。お前やべえなお前。マリファドなんてお前。マリファドってだけだろ踊ってたんじゃないか。可愛かったで。マリハナだ。ハナちゃんだよ。そういうこと。さすがマリハナ。可愛い。可愛いそうよ。歴史長いんですかアイパー組は。あれが長いよね。今3つ団体があったじゃないですか。アイパー組から始まった。もちろんもちろんもちろん。あじゃあ最初はどういう初期メンバーなんですか。じゃあ最初は鬼越え。と鬼越って多分その時一緒に下さんも入ったと思うんだよね。でも、うん、サスケもともとそれを立ち上げる時に仲がいいから、はい、自動的に入ったみたいな。だから大宮で、うん、アイパー組襲名お披露目ライブみたいなのがあった、はい、あった、はいはい、あれがちょっと何年前かマジで覚えてないんそんなあったんですか。あったよ。5年近く前ですかね。そうだよね。えそれはなんでそのライブをやることになったんですか。当時アイパーさんがまだ縁日で、はい、大宮セブンそうそういろいろ活動してた。なるほど。大宮でライブやれるよっていうのがあってやりましょうか。なるほどなるほど。満を持してやった。それまでは組じゃなくでただ仲良し後輩やった人らがカチッと相場組になったんです、はいはい、まあまあそういうことなの。でもその前からでもバーベキューとか言ってたけどね。そう言ってましたね、うん、バーベキューとか連れてってもらったり。あそうです。なんでもこの鬼越とか嶋佐とかだってもう6個下じゃないですか。6個下だからサスケさんとか分かるんですよ近いから。でもっとおったんですか最初は相場さんの仲良し後輩。だからワラサギの浜。ああそういったわ。あってったらいたいたいた。あそうそうそう無限大ホールアウトレイジ新喜劇やってましたよね。そうです。アウトレイジ新喜劇最高でした。最高だったね。アウトレイジ新喜劇懐かしいね。あったね。あの時も見学にだけ行かせてもらった。俺も見学行きました。見学したよね。おどろそうすぎて俺の背中見てんじゃねえか。めっちゃいましたもんアウトレイジ新喜劇の時は。そうあったね。そっから主な活動内容は何なんですか。いやだから本当バーベキュー飯って、基本的には酒井んちで、うん、酒井の手料理の鍋を食べるっていうのが、うん、基本的にね高円寺の独身じゃないのワンルームよ。そうそうそうみんなで集まってそうみんなで入ってみんなで鍋食べる。あ そこにアイパー組で集まって鍋集まって。でたまにはその終わりでキャバクラ行ったりとかもしてる。高円寺のキャバクラそのままね。それがいわゆるこっちの。そう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 。その時なかったか。俺いつなんか忘れてます。金ちゃんが独身最後、うん、来週結婚するとか、うん、なんか披露宴するとかなんかそんなんだから、うん、じゃあ最後にちょっと行っちゃおうぜって言ってキャバクラ行ったんだ、うん、そんな最近言ってたんですか。それはもう組長がバーン。もちろん組長がバーン。もちろん鍋とかも全部組長がやった。もちろんもちろん。うわすごいな。でも一度組長の誕生日会の時に、うん、二次会でカラオケみたいな、うん、新宿のね空鉄でした。そしたらなんかねあれ組長が女性呼んでくれたんですよ。やっぱ女性も来る時もあるみたいな。そりゃそうよ。組長が二次会で自ら、ああ組長の誕生日自ら女性を呼んでくれた。そうだよ。で、あ同じぐらいの女性は盛り上がって、そしたら気づいたら勝手にツイキャス始めちゃって。生配信。ツイキャスの癖なんだよ。すぐ生配信しちゃう。アイバーその癖ありますよ。気づいたらね、30分ぐらい生配信しちゃう。ツイキャスの癖が。何してんすか。で鬼越とかしまって自分映さないよ。しかも俺周り映すから女の子とか なんで生味したくなっちゃうんですか。なんか見てほしくなっちゃうみんなにね見てほしくなっちゃう。せめて自分映してください。楽しいよ。俺らだけ映すの一番苦しい。あとああいうこと一人でもようなんかベロベロホウとかさあギャルやギャルがおるなあとやらかすよ俺。言いたくなっちゃうんですか。ギャルと朝4時とか昔ギャルギャルいるホウみたいな。でこういう写真でしょ。そうそうそう。あよく見ますね。コンパホウとかね。でもギャルと飲んでるホウってめっちゃかっこいい。かっこいいです。かっこいいし今言わないよな。あげるやついる。全く言いたくなくないですかコンパしてる時に。それって先週もコンパホウってあげたよ。40代最後のコンパホウって言って来週誕生日50歳だから50歳迷ってたの。伝説のサバ読んでるのはもちろん知ってたの。16年間みんなもう何歳です。1歳2歳何歳5個だよ。すごいよ。5歳よ。だって俺ら毎年お祝いしたそう誕生日会何年もやったけど皆さん何歳おめでとうございます。それが全部5個下やったで全部2回目だったこの人そう1回言われてたもんね。そう16年間騙した俺ら。ほんでコンパしたのは何なんですか。先週先週だから来週だから9月18で俺50歳になっちゃうからその前にちょっと滑り込みで最後にね滑り込みで49歳40代最後のコンパさすが組長。そこで俺結果を出してなかった。しかも、はい、結果も出してなかった結果も結果もコミっすよね。男になりたかった本当は。そうですね。順番でセッティングしてるからね。そうそう後輩動いてないんです。全く動いてない。誕生日のコンパのうちご自身もちろんそれは何対何なん
のコンパやった？44だから俺とサスケとチャランバーの2人です。ああ、チャランバーに用意させないんですか？チャランバーはでもしょでもあのよくね、あの毎月コロナ前は毎月やってたんだ。あ、チャランバーの方に用意してくれて。そうそうそう。でももう40代最後のコンパは何？40代最後の40代最後いやマジです。40代最後はだっていろいろやんなきゃダメだろ。で自分でお友達に声かけて4対4で4対4でそれは楽しかったんですか？楽しかった。いいことやったね。楽しかったよ。結果出したんですか？それは結果出せなかった出せなかった。すぐ俺家行こう家行こうって言ってた。俺ちょいで俺ちょいでって言ってた。全然来なかった。女子全員引いてました。もういないだろこんな人。誰もマジですごい人なんだから。こんな人いない今の時代。すごいっすね。まあ、じゃあまだ現役でアイパー組は結構こうコンパとか。あ、でも言ってもさ、はい、嶋佐もそう、はい、鬼越もそう、はい、大地もそう、はい、みんな売れてるじゃん、はい、だからなかなかね集まらないの。最近なかなかいついつ飯行こう空いてるって言うと、うんうん、大体最初の反応するのがこの2人だよ、はい、割と空いてるから、ね、まあね、3人ナビスも多いっすね。だから俺もちょっとさなんか嫌だなってなっちゃって寂しくなっちゃって、うん、なんかちょっと遠のいちゃうよね。まあまあまあ、まあ、そういうずらくそうそう気使っちゃう。行きたいんですけどね。あの子なかなかタイミングが。そうそうそう、うん、それはある。優しいんですかやっぱアイパーさんは。優しい。口休みの中ではピリッとすることもないんですか？基本的にはで、まあ、普段は全然ないでしょ。口癖がだっていいんだ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 よ。あ、それも優しい。表にはなれるんですかアイパーさんで。はい、お表にはそういうコンパとかされた時に言っちゃってる。まあ、まあ、酒癖悪いからね。まあ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 、すぐ寝ちゃう。すぐ寝ちゃう。めっちゃおじいちゃんだからすぐ寝ちゃうし。まあ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 、はっちゃけちゃうとかわーってなっちゃうとかあるよね。そうですね。関係ねえよってなっちゃう時ある。あ、なるほど。でも可愛い先輩なんですね。そうそうそう。一応ね。でもなんか今はちょっとまた元戻られた感じですけど、行く時なんか。片岡鶴太郎これ痩せた時やってしまうんですよ。ヨガやってないんだよ俺は。でも話聞いた。でも痩せた。あの今ね。とっても痩せてます。今も、うん、そう。でも俺見た時もっと痩せたの。あ、全部で12キロ痩せて、で今ね3キロぐらい戻したの。ああ。なんか痩せすぎて怖いって言われて。いや怖かったさあの時。あの笑えないっていう。元気もちょっとなかった気しましたし。あのね元気はなかった。あれなんで何で痩せたの？あれは単純に40代もう50代入っちゃうから一気に痩せとかないとその生活習慣病もうそういうこと考えなきゃいけないとちゃんと考えて。相川さんってあと寿命17年しかないらしいのよ。なんかあと17年で死ぬんだって。あとえ67そう67そう死ぬらしい。どうやらなんでなんで。いやあのまあ言うよ、ね、日本人の男性平均、寿命は81歳か2歳ぐらいなの、うん、大体結婚してる人、うん、で生涯独身って言われる人は50歳まで今まで一度も結婚したことのない人のことを言うの、うん、だから俺生涯独身男性じゃん、うん、でその人の生涯独身男性の、うん、寿命は67歳の平均平均がそうなんだ。そんな変わるんですか？いや、なんだって。だから17年しかないんだよ、俺。だから急がなきゃいけないんだよ。なるほど。寿命も伸ばしたいし。ああ、っていうのもあって、一回健康になろうっていう、うん。あ、そうそう、それもあるよ。そう。それで何をしたんですか？あ、ダイエットってこと？はい。これで言う。かわいいだろ？どうよ。屋敷、かわいいだろ。笑いすぎ、笑いすぎ。時間なんとかってやつよ。ああ、オートマジみたいなやつかな、なんかそういうやつ。あ、それでそんなやつ。そう。アイパーさんってでも何事もすごい続けんのよ。ブログから、そうね、日記から。そう。マジで。それすごいよな。見てほしいのがやっぱアイパーさんの日記で。それ何で見れるの？何年前？あ、日記と俺が初めて〇〇っていう日記自分でつけてるんだよ。そう。いや、まあ、ブログも毎日つけてるよ。毎日やってるんだよ。うん、更新するアメブロ、いまだに。日記とブログ別ですか？別で。みんなもうノートとかでやってるやつ。アメブロ。もう、ずっとアメブロ。アメブロ。はあ、はあはあ。あれをずっともう、4年以上毎日更新してるよ。へぇー。で、初めて〇〇は、初めて〇〇って日記は、もう15年ぐらいつけてる。それはノート、ね、普通のアプリの、そのメモ。だから、より出してないのよ、それは。あー。よりも出
してない初めてマロンに今日自分で15年続けてるんだから、編み物とかもまさにそうですけど、そうコツコツなんかやり続けるとか、ね、マジで得意ですよ。編み物に関しては急に目覚めたんですよ、ね、急に目覚めた。天才なの編み物の。編み物の業界の人も天才って言われてる。あ、まあでも編み物を始めた理由は、まあ刑務所だと刑務所だけどな。かわいいだろ。ちょっとクーラー洗ってくれ。クーラー下げて。なんで？なんか熱い。集まってきた。あいこさん、初めての丸々のやつでもうないですか？スマホ。あるよ。スマホにあるよ。じゃあちょっとちょっとあれもせっかくいい、はい、聞いてもらって。はい、聞いても好きな日にちこの15年以来の何年？2009年からね。なるほど、うん、適当に言っていいよ。めっちゃ前と思う。いいよ。だから15年以内。2016年。2016年。ちょっと待ってください。2016年。7月7日。ちょっと早いな。ちょっと待って。どういう形状なんですか？こういう、待って、こういうさ、これはいろんなメモがネタとかいろいろ上げてる中のそういう、ま、初めて〇〇っていう。あ、日付になってるんですね。そうそう、日付になって。あ、そうそうそう。で、見てくれ、文字やっぱりでかいだろ。でかいなぁ。これ初めて見たな、これは。本当にもうでかいのよ、おじいちゃんのやつだろ、これ。確かに。それ2016年。はい、はい、16年7月7月なのか、七夕。ああ、これはもう行ってんじゃないですか、この日は。もう行っちゃいい。大丈夫ですか？しずるの池田と大宮のドンキで、洗剤とヒゲ剃りとお皿を買ってもらうって書いてある。買ってもらって、買ってもらって、買ってもらって、買ってもらった。池田さんにもらったの。同期ですよね。同期同期。池田さんは気前いいっすね。はい。で、あとその日の大宮の劇場終わりね。ああ、その日で劇場終わりにブローキャス吉村さんと白井チーモン白井さんと麻布十番の九州料理鬼丸に行くって書いてある。ああ、すごい。もっと前でもいいですか？こんなの出てくるの。2010年。2010年いいですね。12月24。おー、クリスマスイブ。うわー、死にたい。あんまり言いたくないけど、はい、あの閉経っていう言葉を知ったって書いてある。え、2000クリスマスプレゼントね。閉経クリスマスイブに。何でそれだけで、誰から聞いたんですか？わかんない。誰から？え、わかんない。俺はこれまでこの日まで閉経っていう言葉の意味は知らなかったのよ。閉経ってそういうことですよ。何が悪いだろ、これ。やっでも分かんない。俺出してない、自分だけの類似を。クリスマスイブに平気ってことは知ったんだよ。説明しちゃうけど、初めて〇〇っていうのは、今まで俺が人生をしてなかったことを書くから初めて〇〇、初めてしたこと、だから知ったこととか。なるほど、なるほど、なるほど。だからこれがあることによって、初めて、あ、こっちいつも行ったことないからこっち行こうみたいな、うんうんうん、日記に書きたいからっていうことで、つけ始めた。1日1個初めてのもんを経験する。そうそう、できれば。でもない日も正直あるから、うん、だから日付毎日じゃない時もある、飛んでる時もある。あー、なるほど。ない日も書けないから。クリスマスはどうですか、その次しか。25は次は書いてないと。あ、じゃあ何にもなかった。その次はどれぐらい飛ぶんですか？24から。12月26。あ、1日だけ。同期の西地って言うんだけど、はい、西地と大井競馬場に行くって書いてある。これは初めて。多分西地と二人で行ったのが初めて。それもめっちゃピュアじゃん。あ、これおもろいっすね。これいいのよ。これをもっと見たい。うん、最近のも見たいな。最近の椅子。あ、いいよ、最近。直近は？いいよ、いつ？昨日。昨日？あ、昨日乗ってるかな、待って待って。あー、昨日乗ってます。はい、いいですか、これいいのかな。ちょっと知り合いの社長さんに誘われ誘われて、 V シネマの関係者の人に合わせてやるよ、はい、ランチ行こうぜって。おー、ランチ、はい、あ、行きますって言ったの、はい、でもそれ前の日に言われたんだよね、うん、で昨日そのランチの約束だったんだけど、俺ランチの時間に仕事があるのをすっかり忘れてて、はい、それを謝りに品川まで行くって書いてある。仕事前にもうすぐ50歳。もうすぐ50歳。直接会いに行ってすいませんって。なるほど。だからそれが昨日。はあ、なんか2015年の10月ぐらいのみたいな、なんか M1 とか9年前。そっか、9年前。やっぱ M1 すごい M1 選手やったから。M1 のだから新シーズンが始まった年ってこと。2015年。ああ、なかなかなかったから。オンエアバトル無敗だもんね。そうっすよね。笑い金メダルチャンプ、グランドチャンプ。そう、経歴すごいのよ。
2代目チャンピオンね、はい、あった2015年の、はい、10月よし10月いつにする10月10日にしときましょうかね、10月10日、電気鍋で焼肉食べる電気鍋初めてそれで焼肉を焼いて食べてみたなるほどね、ハロウィンはどうですか10月31日。あーいいね、あー、ハロウィン。その時俺下高井戸住んでたから、下高井戸のキャバクラに行くって。おー最高でしょ。行くよ。うわすごい。これハロウィンのイベントやってるから。これ一生聞いてないの。一生聞いたよ。ハロウィンなんだ。11月11日はどうですか。あーいいね、11月。あ、11月11ない10、10日か12日かな。あー、どっちもください。じゃあ11月10日、はい、麹町の、ドトールでネタ合わせする。おー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 。で、秋田さんっていうオートレーサーがいるんだけど、はい、秋田さんとサスケと、柿屋行ったり、クリシナ行って飲む。あー山頂の。はい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 。芸人仲間と。あ、これ名前出てくるとちょっと嬉しいんだ。それ10日です。12は、オーディション終わって表参道のサテンでネタ合わせする。おで、美穂ちゃんと大宮西口の居酒屋で飲む。美穂ちゃん美穂ちゃん美穂ちゃんってこの時ね、湘南新宿ラインの売り子やってた子なんだけど。あ、よく覚えてるな。グリーン車ライン、グリーン車の。その子とちょっと仲良かった。ちょっと声かけたらいい感じになって。え、グリーン車で声かけたの。そうよ。そっから仲良くなれたの。そこで連絡先こういいわ。マジかかっこいいやん。で、じゃあ遊び行こうって、なんかデートしようって言って。その時だって40ちょいっすよね、多分。これ15年ってことだよ。9年前だよ。9年前ってことは40ぐらい。40で、前41。ほんで、本当は41。ほんとは、ほんとそう、41だ。へぇ。あ、ってことは吉本だと46。美穂ちゃんには年齢いくつだった。え、36って言った。いやー、さすが。調べたらどっちに出てきた。そう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 。すげえなー、こういうことコツコツやれる。なんかね、やっちゃうんだよね。なんかね、じゃこれはなんかさっきも言ったけど、ちょっと恥ずかしいけど、なんか新しいことをやりたいの。なんかかけることをやりたいの。同じような毎日を過ごしたくないから。こういうだから、すごいちゃんと将来見据えて健康になろうとか、はい、で、日々をちゃんと初めてのことで埋めていこうとか。そうよ。めっちゃなんか リア充というか、あれの前向きですよね、自分の人生の。あ、前向き。あと、だから、あとアイパーさんしか喋ってないんですよ、アイパーさんのエピソード。何ああ、面倒見。そう、お金払ってくれるし、はい、鍋作ってくれるし、はい、食べきったら全部片付けしてくれて、で、最後にいいんだ、いいんだのこの2回のいいんだで帰らせてくれるっていう。あ、そんなにいい先輩。いいなるほど、なるほど。え、もっと深いの聞きたい。深いの聞きたい。いや、アイパーさんはほんまにその歌もうまい。マジで浅いやん。浅いやん。めちゃくちゃうまいです。歌うまいですか。歌はマジうまいですよ。浅いよ。いやいや、浅い。歌うまいの。歌うまい。歌うまい。それ知らんよ、歌は。ほら。歌うまいやん。いい声してるんですよ。じゃあこの後さ、今日ライブ終わって、お誕生日ライブあるから、お客さん入れて、公開打ち上げカラオケでやるからおいでよ。なんですか。参加型打ち上げするからさ。それは本当にやるんですか。本当にやろうと思ってる。カラオケ抑えてそこにファンの方呼んでってことですか。もうダメですよ。でもすごい、アイパーさん編み物で
で知り合ったお客さんとか、ルミナとかに来てくれる。ああ、そうだね、それはね。そう、その編み物の編み物教室を教えてるから。教えてるんだよ。あ、そこで展示会とかも、公園とかで編み物フェス。ちゃんとファンにするんや。そう、ほんでルミネとか来てね、うん、で、女性の方多いけど、うん、来たらその来ますって言ってね、アイパスも嬉しがって、うん、あ楽しみやって言ってたら、そのお客さんが男性の人と来てて、うん、アイバーさんに滑るっていうような、そういう話もある。ちょっと振られたみたいな感じ。そうそう、ちょっとそうだから表に出ちゃうのも可愛らしいと思う。なるほど、なるほど、動揺しちゃうんですね。そうそうそう、確かに。志麻さんはさ、どう思ったの？俺ですか？聞いたことない。俺は聞いてほしいと思ってるんですよ。正直さ、はおい、俺はもう抜けてんじゃないかと。志麻さんは抜けたい。なんでやねん。いや、俺は思ってない。俺はだ抜けたいの。一切絶対抜けないですから。誰死んでも今日も見てたぞ、アッコにお任せ。あ、本当ですか。で、軍団がどの端になった時のお前、俺の名前言わなかったじゃん。お前は軍団ちゃんと見たら軍団ちゃんと見たら。で、出川さんがなんか喋って、出川組がどうのとか、出川軍団がどうのって言ったよ。出川ファミリーっていう最弱の言える。確かに何で1ミリも思い浮かばなかった。おいおい、トラハグミが、トラハグタバスさんがサスケさんって誰やねん。でもええやん。そうそう、確かにそうよ。1ミリも思い浮かばない。ライブの前だった。1ミリも思い浮かばなかった。おい、なんだよ。すいません、あれチャンスでした。いや、だから最集まれてなかったんで。いや、でも1年前じゃないですか、最後に集まったの。去年のバーベキュー。そんなに、うん、そう。あ、でもそうかな、そう、ちゃんと集まったの。玉川、そう、玉川バーベキュー多いよな、うん、好きなのアイパーさん、バーベキュー好きやから。でも、それ見れるよ、ちゃんとアイパーさん、YouTube でライブ配信するから、そう、全部知ってた。今もう俺は消しましたね。あ、もうない、それ、あ、あれはなかった。ちょっと短いやつは乗ってるかも。あー、うん、あー、皆さん、全然バーベキュー内容見れますよね、一緒参加できるから。そうそうそう、うん、だから本当に、豊か系芸人だね。アイパーさん、豊か系、もうすごい豊か、心がってこと。すごいっす。いや、し、なんか日々をちょっとでも楽しくさせようとしてるというか、うん、もう、いやいやいや、そのとおりで言います。豊か、はい、豊かです。豊かを知ったって書く今日。じゃあ俺それはもう知ってるでしょ。意味わかる。みんなで楽しいことしてるときはちゃんと残したいし。ああ、そうそう、俺めちゃくちゃ写真とか、写真めちゃ撮るな。そう、俺大思い出残す大好きなのよ。ああ、今ヤンキーあるあるでもあるんですけど、それ写真すごい好きというか。ああ、ほんと。で、もうほんと楽しいことが大好きで、でも上下関係めっちゃうるさいとかでもないって。全然、それが素敵やろね。うん、そん、うるさいんじゃない。まあ割とでも、え、うるさいですか。割とね、浅助さんはちょっと知ってるんですか。まあまあ、何いやいや、だからそのガチ喧嘩した件とかもあるし、うん、でも喧嘩するってことは浅助さんも言い返すよ。まあまあまあ、本当に怒られた。それはもう解決したんです。そう、だからそれはもうツイキャス事件 の、 そのさっき言ってた、うん、その日の帰りに志麻さんが結構、うん、あれ残るんすかねみたいな感じで結構その気にしてて、うん、あ、そうなんだ、かわいそうだなって俺は思って、うん、で次何かあったら俺もういいよって決めてたら、うん、またその時にそういうことか、うん、その俺と二人で飲んでたら、うん、もうずっと離れたとこからこうなんか俺の二人ってことはもうサスケさんだけに映ってるので俺が知らない人と喋ってるのとかをこうずっと合わされてるの。それで俺ムカついちゃって意味わかんない何喋ってるか分かんないしね、その撮られてると思ってないから、ね、でムカついちゃって、はい、行ってその日もう喧嘩になった。あー、なるほど。波紋とかもないんですか。波紋だから元わらさぎの浜口が、あの芸人さん辞めましたと。まあそれもあるし、はい、俺が紹介して呼んだコンパした女と付き合い始めて、だからそれ俺何にも一言も言わないから。あ、それちょっと不義理じゃん。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 そう、舐めない、舐めない、舐めない。それ上下関係だから。結婚したからね。いや、いいんだよ、付き合うのに。結婚したんすか。結婚した、そのこと。まあそれはいいんだけど、いや、いいんだよ、別に付き合うのもいいけど、まあ、言うてほしいですよ。アイパーさん、あの子、アイパーさんが紹介してくれて、あの子ちょっと僕、うん、ちょっとお付き合いさせてもらいますとか、あの告白していいですかみたいな、一言欲しいじゃん。欲しいです。それ普通じゃん。だからそれしなかったから。でも、しっかり破門にするんですよ。破門です。厳しいですよ。そこ厳しいです。そこは破門はじゃあ、浜さんだけですか。そうだよね。そうだと思います、多分。うん、あ、危なかったこともないんですね、じゃあ今のところ。危ないって、今のメンバーが。あ、全然ない。あ、じゃあ本当に本当に結束強いね。不義理をしないですよ。うん、
まあだからそうだね、うん、だから活動そんな最近してないから、うん、そうだね、本当に。だ俺はありがたい、アイパー組がどうのってこと言ってもらえるのむちゃくちゃありがたい。いやもうよく言えばもうちょっと欲しいですよね。もっともっと、今日なんて絶対言う、あ、今だと思ったよ。しません行けと思ったよ、今日。アクリル任せ。かわいい先輩やで。ちゃんとアクリルマス見てくれてんねんで。だめくり、めくりのとこも面白かったよ、前田ちゃん。見ちゃんと見てるから、しっかり。そうだよ。はいの。ちょっと次好きあれば。頼むよ。メディアでもガンガン行ってくんで。好きなくても言ってほしい。ちょっと今度さ、そんなさ、カメラ好きなら、一回小倉さんが行って、うん、アイパー組のバーベキュー、うん、一回回したらいいんじゃないですか。あ、大丈夫ですか。え、反射じゃないですか。誰が言ってるんですか。本当にちょっとだけ回させてもらったら楽しそうじゃん。全然いいけど緊張しちゃいそう。アイパーさん、あ、もう、はい、ぜひぜひ。そのバーベキューなのか鍋なのかちょっとまだ分かんないんですけど、ありがとうございます。ちょっともうライブのリハがもうすぐ。確かに、すみません。ちょっとこの後誕生日ライブ嬉しいね、はい、いやー50歳おめでとうございます。おめでとうございます。50歳や。50歳、こんな50歳。で、何言ったの。その40歳ですもん。俺40歳よ。で、サスケさんおいくつなの。43です。で、鬼越えします。38やと。一番若いやつもう38か。あれ、そう、お前は。俺38です。ああ、おいしい。で、頼むな、柴田、これからのアイパー組な。もちろんです。これをだからやっぱアメトークに持っていかないと。そうっすね。確かに。確かに。もうちょいでいけます。もうちょいでいけます。もうちょいでいけます。あの、プレゼンの回とか出してよ、ちゃんと。その、アイパー組って。出しますよ。聞いたことないですよ、こいつから。表でアイパー組みたいな。今までアイパー組はどうって聞いたことないの。ないです。言わない、嫌なの。いや怪しいっすね、うん、こいつ落としがつけさせてしまった。それは違ういや、その今の段階ではその言ったところで迷惑かけちゃうだけなんで。誰スタッフさんに。なんだよ、やめろ。今の段階でもうちょいだ。もうちょい、もうちょい失礼だろ。何しましょう。誰がどうなるの。もうちょい、もうちょい、周りがもうちょい、あのもうちょい田畑さんとサスケさん頑張ってもらう。やっぱり生々しい。怖くて踏み入れなかったけど、やっぱそこだよ。そうかよ、この周りだよ。すいません、お前の上島さんいたらな。まあ、あとは周りか。頑張ります。誰々は一人でいたもんね。そう、一人でいいね。確かにね、誰々は一人でいいかもしれないですね。マジ頑張ります。まあね、まあそうだ、そしたらもう、あ、そうだね、頑張って一気ですよ、一気に。そうですね、頼むよ。だってそれもサスケさん、尾形くんなんでよ、ね、スイーツのドッキリ。そうそう、ああいうのにやっぱアイパーさんが、尾形さんのところにアイパーさん来てもおかしくないじゃん。俺アイパー組で出したいんだから、ああいうの。そうっすよ、ね、ああ、いいっすね。そのためにはお前が引っ張ってくんないと、お前と鬼越で。よいしょ、いいじゃないですか、ね。そうだ。ということで、アイパー大好き芸人でした。ありがとうございました。